メタトンだね、知ってるよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。あの影がどういう状態なのか気になるよね。闇の中から傭兵たちが姿を現した。軍内と歌を、懐かしい子守歌を歌った。軍内とは眠そうだ。ちっちんぷい、ちょっとやめて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 、いやだー。ふう、軍内とは深呼吸した。はい、歌い続けます。私ちょっとやめて、どういう状態。はい、歌う。そのまま歌い続けた。軍内とは少しだけ目を閉じた。これはさ、多少軍内との攻撃が弱まったとかそういうことはないんですかね。えどれが軍内との攻撃かがちょっといまいちよくわからないんだけど、軍内との鎧は暗い輝きを放っている。軍内と歌おう。さらに歌い続けた。軍内とは眠ってしまった。よっしゃ、これで、あ、そっか、まだちょっと攻撃できんかったわ。どれが軍内との攻撃だったのかな。あのでっかい丸のやつかな。軍内とはいびきをかいている。はい、これで逃がそう。ポポポポーン、いいシーンやん。ちょ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 、あー、やめてよ。魔法の匂いがする。魔法の匂いとはマジック。見つめる、どれを見つめますか。チェイサーオーブ、コーナーオーブ、チェイサーオーブで。不屈のチェイサーオーブは見つめられて弱くなった。不屈なのに。フォーカスフォーカス、これでちょっと攻撃が弱まるとかそういう、あのなんかあの何、十字架みたいなやつがなくなった。それがチェイサーオーブやったってことかな。マジックは不気味な目つきでこちらを見つめている。やめてください。ってことでコーナーオーブ、恐るべきコーナーオーブは見つめられて弱くなった。え、これでどういう風になるってこと。え、十字架あるやん、十字架あるやん。え、ちょっと待って待って待って、やばくない。マジックのオーブは機能していない。これでやったね。いや、やったねはいいんやけど、あれなんよね、あれですよ。ちょ、私一旦回復しに戻る。え、大丈夫よね。だってさ、ほら302ゴールドある。よし、戻ってきます。ほい、ということで宿泊料金が200ゴールドで、私302ゴールドしかなかったけん、ちょっとやめて60ゴールドで、サンデーサンデーを何個か買ってきて、それを2つ使って回復しました。一応もう満タンにはしてないけどでもあとまだね、アイテムなんか残ってるけん、回復アイテムありで進んだ方がいいかなと思って。悪夢だ。とりあえず泣き虫祈りで、泣き虫一発でいけるけんね。からかうな。からかわないよ。からかわないから助けてください。助けてー泣き虫はもう戦いたくないようだ。はい、これでオッケー。待って待って待って、てかさ、私何、あのファイナルフロギーのこのタイプの攻撃めちゃくちゃ嫌なんやけど。はい、サンデーサンデー。ほら、回復アイテムあるとこの安心感、素晴らしい素晴らしいけど、ちょっと待って、回復だけで私の行動が終わってしまった。男子はじっとこちらを見つめている。洗脳されそうだ。やめてください。からかわない。やっと通じたか。いや、さっきから通じてたんだけどね、私の行動がね。おっと、すべて避けれたぞ。やったね。はい、逃がす。ワン、これはもういけるでしょう。やったー、ファイナルフロギーの勇ましさに足がすくんでしまった。はい、これで謎の行動。ファイナルフロギーはこの世にはまだ知らないことがたくさんあると思った。ふむふむって一体どういう風にね、私のことを見てるのかが。おっと、ファイナルフロギーはあまり戦いたくないようだ。あー、やったよ、やっとだよ。もしかしてまだ、おー、出てこない。で、こんだけ苦労してスイッチが1個あるだけなんやね。え、このスイッチでどうなったの。ね、どうなった、電話はかかってこないの。北のまま歩めば終わりは開かれるだろう。あ、これで終わりが開かれたってことよね、さっきのスイッチで。え、で終わりとはこっちやったっけ、終わりって。あ、違うわこっちか、終わりこっちか。いずれなくって、ちょっと待って、東へ、そこが終わりだ。ほら、東。はい、終わりに進んでいきまーす。お、ランシーがにじり寄ってきた。ちょ待って、からかわない。からかってないよ。
どうしたの？実はからかわれたいんじゃないの？うぃはい、オッケー。よしよし。これで終わりに行ける？お、セーブポイント。この入り口の奥に王の城へと続くエレベーターがあるはずだ。決意がみなぎった。イエーイ、やったね。出口前やって、もう行けるやん。え、めっちゃ暗いんやけど大丈夫？ん？メガトン？やっと来てくれたね、子猫ちゃん。そんなキザな喋り方でしたっけ？ついに君と僕との決戦の時だ。暴走したロボットを停止させるって？君は大きな勘違いをしているよ。故障？プログラムの修正？笑わせないでよ。すべては大掛かりなお芝居さ。そう、やらせだよ。君は初めからアルフィに騙されていたんだ。彼女は画面越しに君を守るうちに情が移ってしまって、君の冒険に加わりたいと強く願うようになった。そこで君の物語に自分を登場させることにしたのさ。ほら、私が前回言った通りやん。絶対そうやと思った演技やと。わかりやすいよ。パズルを起動したのも、エレベーターを止めたのも、僕に君の邪魔をさせたのも、全部アルフィーだよ。ありもしない危険から君を救い出すためにね。エレベーター故障？どこのエレベーター？ここ？私エレベーター使ってないけんね。いや、言われたこと無視したけん知らんねよね。そうすれば君は彼女を立派な人だと思うだろ？全然思わんかったけど。なんか、挙動不審な変の人やなと思った。実際は違うのにさ。そして間もなく彼女の最大の見せ場が訪れる。今ある日はこの部屋の外で待機してるよ。バトルが始まったら途中で割り込んできて、僕を停止させるふりをするつもりだ。ピンチに瀕した君を助けるためにね。これで晴れてアルフィーは君の冒険のヒロインになる。君は彼女に感謝するあまり、帰らないでという願いすら聞き入れてしまう。かどうかは見てのお楽しみかな。とにかく僕はもうこんな茶番に付き合わされるのはごめんだ。僕には人間を傷つけようなんて気持ちはけほどもないのさ。あー、やっぱり。あ、その辺もやっぱりいい子なんやね。僕はみんなを楽しませたいだけ。観客に最高のショーを披露するのがエンターテイナーの務めだ。そのためには、どんでん返しが欠かせないよね。え？あ、あれ？どうなってるの？ドアが勝手にロックされちゃった。皆さん、残念ですがこの番組は本日で終了します。でも最高に盛り上がる最終回スペシャルをご用意しましたよ。中継されてるのね。ストーリーもアクションもバイオレンスも全てがリアル。新番組、進撃のキラーロボットをお楽しみください。え、何？殺される私。メタトンが襲ってきた。ちょ、待って。え？ひっくり返るしかないやん。このままだと間違いなくひっくり返って死ぬことになるだろう。何それ？そう、コアのレイアウトを変えたのは僕さ。モンスターたちに君を襲わせたのもね。でもちょっと爪が甘かったな。その100倍いい方法があったよ。僕が自分で君を殺すのさ。待って。あ、ひっくり返っとる。あ、そういうこと。そんなピストルでいくら撃っても無駄だよ。ここはステージ。つまり、え？作り物？間違いなくひっくり返って死ぬことになる。この戦いぶりを見る限り君は弱すぎるね。この先へ進めばアズゴアの魂を捕らえるよ。その魂でアズゴアは人間を滅ぼす。待って、無理。結構これ動かなくていいんじゃない？メタトンだね、知ってるよ。でも僕が君の魂をいただけばそうはならない。人間を滅びの運命から救えるよ。何これ何？あ、ちょっと待って。え、どういうこと？え、何？どういう状態やった今の？君の魂を使って僕はバリアンの外へ出る。そしてついに夢を叶えるのさ。何百人、何千人、いや、何万人もの人間が僕のファンになる。それはどうかな？お？縮む！おうおうおう、そういうことね。華やかなスター生活が手に入るんだ。そのために何人か殺すことになっても、それがショービズの世界というものさ。いや、殺しをやめてほしい。どうした？中で何が起きてるのか分かんないけど、諦めちゃダメだよ。いざとなったら最後の手段もあるし。実はね、まだ開発中の機能だから笑わないでね。メタドンっていつも前を向いてるでしょ？それは背中にスイッチがあるからなの。だから後ろを向かせて、そのスイッチを押せば、そしたらメタドンにダメージを与えられるようになるよ。じゃあね。マジで？どうにかしてメタトンに後ろを向かせることができれば。ひっくり返す。メタトンに後ろに鏡があるよと伝えた。え？鏡？最終回だし、見出し目は完璧にしないとな。ん？どこだ？見当たらないぞ。僕のスイッチに触ったな。
お停止する？ Oh, yes. え、なになに？怖い。 Oh, yes って言われた。なに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 ？人？はぁ、仕方ないな。僕のスイッチに触ったということは、僕の新しいボディを見たくて仕方ないんだね。まったくお行儀が悪いんだから。でも幸い、僕も見せたくて仕方なかったよ。何？え？変形スイッチ？だから、君には素敵なお礼をしてあげよう。君の最後を。誰？華やかに演出してあげるよ。何？メタトン EX のお披露目だ。なんか視聴率どんどん上がっていきよる。え？下がってきよる。え？視聴率下がってきたよ。え？なんかどんどん下がっていきよるよ。大丈夫？ゼロになるんじゃない？これ。煽る、敵に寝返る、ポーズを取る。傷ついた体に鞭打ってかっこよくポーズを決めた。拍手が起きた。あ、視聴率上がった。何、ドラマチックプラス150321。9、やめてよ。おー、ちょ、無理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 。待って、ちょ、もう3で3つしかないんですけど。私スポンサー製品プラス300。サンデーサンデーを食べた観客に大受けだ。回復だけじゃなくてそんなこともできるの。スリル、ロマンス、バイオレンス。何、怖い。え、あれやん、ボンバーマンやん。ボンバーマンやん。やめてよ。僕はみんなのアイドル。アイドルかどうか知らんけどもさ。あ、これ結構ギリギリでやらんといかんやつ。ちょっとやばいやばいやばい、無理なんですけど。これサンデーサンデー最後やし、私。無理、終わった。カメラに向かって、スマイル。スマイル。ちょ、待って、振らさないで。何をすれば正解なの、これ。煽る。敵に寝返ってみよう、ちょっと。観客の方を向いて不敵な笑みを浮かべた。このターン中、観客は悪役の大暴れに期待している。突然ですが、クイズです。頑張ってポチポチ入力してね。作文を書いてもらうよ。え、メタトンどこが一番好きですか？感情は使用不可。何それ、全くわからないんだけど。かっこいいって言っとこう。立ちつつつつつつつ。制限時間ないんこれ。え、つどこ、これや。つ、小さい。どこがっていうより、かっこいいところってせんといかんのかな。お、全然かっこよくないけどな。全然かっこよくない。え、これひらがなには？あ、できるね。ところ。これなんか関係ある？これなんかさ、言葉によって変わる？かっこいいところ。はい。よくわかってるね。そう、僕はイケメンさ。あ、ちゃんと反映されるんやね。メタトン作文を大事にしまった。後で何かに使うらしい。何に使うんすか？大事に抱えられたけど。敵に寝返る。ポーズを取る。あ、視聴率がどんどん下がっていく。ポーズを取る。敵に寝返る。今の作文で君のハートはみんなに伝わったよ。今度は僕のハートを見せてあげよう。何？怖い。やめて。あ、ここ攻撃すればいいってことじゃない？違う？あ、もう死ぬ。そりゃ死ぬでしょ。そりゃ死ぬよ。無理だよ。諦めてはダメだ。アリナ、決意を力に変えるんだ。あれはスイッチ押した方がいいの？押さないとダメなの？ストーリー的に、押すしかないの？無理だから。さあ行くぜ、メタトン。今メタトンに後ろを向かせれば長いスピーチをスキップできそうだ。どうする？もちろんスキップ。メタトンに後ろに面白いものがあると伝えた。え？どこ？なるほど。そういう魂胆か。メタトン EX のお披露目だ。私はひたすらポーズをとっていきます。うなずかれても困るけどね。さあ来いよ。はっ。へっ。全然当たってる。よし来い。スリル、ロマンス、バイオレンス。ここでちょっとこっち側の。あー、怖い。ああ、でもちゃんと避けれてよかった。僕はみんなのアイドル。はい。はい。よし、いいぞ。なんでこれめっちゃ体力減っとん？
全く私には分からんねんけど、当たっとる、なんか、え、当たってないって絶対絶対当たってないって、なんで22から14まで下がったの。カメラに向かってスマイル。あれは結構打たんとダメなやつか。突然ですがクイズです。頑張ってポチポチ入力してね。作文を書いてもらうよ。メタトンどこが一番好きですか。漢字は使用不可。優しいってやっとったらちょっと手加減してくれたりとかしないっすかね。言葉方は少ないほど印象に残る。メタトンは作文を大事にしまった。後で何かに使うらしい。何に使うんだ今の作文で君のハートはみんなに伝わったよ。今度は僕のハートを見せてあげよう。うえー、恐ろしい。あ、やめて、怖いよ。ちょ、とりあえずあのサンデーサンデーを、まだまだウォーミングアップさ。なるべく多く、なるべくたくさん減らしていく。うん、さて次はダンススキルを見せてもらおうかな。ほいほい、来いよ来いよ。はいはい、さあスピードアップ、ついてこられる。動いてしまったあくっそ、ちょっとね位置を調整したかったのよ。3、2、1、ドカーン。はい、いいぞいいぞ、視聴率もぐんぐん上がってく。熱くなってきた。はい、よし、いいぞ。休憩入ります。じゃあブラック企業じゃないからね。ね、芸能界とか特にねブラック企業の感じやもんね。動きが激しい君との距離を感じるな。もっとハートとハートの付き合いをしようよ。怖い、ぶつかってこないでください。この隙にと思うけど、なかなか、キャー。お、いいぞいいぞ、手がのいた。よし、う、腕の1本や2本、足さえあれば大丈夫、余裕で勝てるぞ。あっと、そこで巻き戻るか。くっ、じっと黙っとけばよかった。黙っとけば、じっと我慢しとけばよかった。まだまだ、どうよどうよ。ショー、マスト、ゴー、オン。危ねえ。最後のサンデーサンデー、もうちょっとかな。アクション、バイオレンス。おお、いいぞいいぞ。もう回復アイテムがない私には。3、2、1、アクション。しつこいな。君はそんな人間を滅ぼしたいの？それともとことん自分を信じてるってこと？いや別にそういうつもりでは。この左右じゃないの、結構きつい結構きつい、戻るの。多少頑張ったけど大丈夫か立派だね。残念だけど君か僕どちらかが倒れることになる。でもどちらが勝つかは君にも分かってるはずさ。さあスタンの底力を見せてあげよう。へえ、はあはあはあ、怖い。お、これは結構いけるんじゃないの。どうよ、もう足もなくなったよ。
どう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 、もう視聴率1万超えてる。見て、視聴率がすごいことに。番組史上最高記録だ。それではここで視聴者からのお電話コーナー。ラッキーなファンとメタトンが電話でおしゃべり。僕が地上に行く前の最後のチャンスだよ。めっちゃ地上行く気満々や。それでは早速お迎えしましょう。アルフィー、もしもし、お電話ありがとう。番組は今日で最終回です。コメントをどうぞ。誰？あ、もしもし、メタトン。君の番組大好きだったよ。平凡な毎日だけど、テレビで君を見てるとこっちまで楽しくなれた。本当に今日で終わっちゃうの？寂しいよ、メタトン。あ、ごめん、喋りすぎちゃった。はぁ、あ、待って、ブル、誰誰？切れちゃいました。ではもう一人お呼びしましょう。メタトンの番組に元気をもらってました。メタトン出ないテレビなんていらない。僕のメタトン色の心は悲しみメタトン色に染まっています。みんなありがとう。とても嬉しいよ。ねえ子猫ちゃん、どうやら僕はもう少しここにいた方が良さそうだ。人間にはスターやアイドルがたくさんいるけど、モンスターには僕しかいない。僕がいないと視点の世界は光を失ってしまう。誰にも埋められない穴が開いてしまう。だから地上デビューは延期するよ。それに思った以上に君は強いって分かったしね。その調子ならアズゴアの城を突破できるかも。君ならきっと人間たちを守れると思うな。実際こうなってよかったのさ。実はこの姿だとエネルギーを大量に消費しちゃうんだ。だからもうすぐ僕のバッテリーは切れる。そしたら僕は、でもいいんだ、僕のことは心配しないで。君ならきっと最高のスターになれるさ。死ぬわけじゃないんやろ。バッテリーを充電すればいいよね。視聴者のみんなもありがとう。今日の主役はテレビの前の君たちだ。何？無事？てかやっと戦闘終わった。あ、そういう感じなんやね。はあ、やっと鍵が開いた。二人とも大丈夫。嘘。メタトン？しっかりして、メタトン。え？死なないよね。よかった、バッテリーが切れただけみたい。メタトン、あなたがいなくなったら私。まあ別にどうってことないけどね。いやいや、どうってことあるやろ。だってロボットだから、もし壊れたっていつでも別のを作れるし。そういうこと言っちゃダメよ。先に行ってて。大丈夫かい？ちょっと一人にして。バッテリー切れだ。ふんふん。この先に進んでも大丈夫なのだろうか、私は。あ、どうした？お、お待たせ。じゃあ行こっか。メタトンはいいの？え、メタトンはね、メタトン。進めんし。何君、ちょっと。塞がないでよ。もうすぐ、アズゴアオとご対面だね。なんか、ちょっと、ドキドキするね。え、君はドキドキしないでしょ、別に。これでやっと、お家に帰れるね。引き止めるつもり？やっぱり。待って。ううん、なんでもない。元気でねって言いたかっただけ。ダメ、もうこれ以上は無理。私、嘘ついた。人間一人の魂だけじゃバリアを抜けられない。人間一人の魂と、モンスター一人の魂がないとダメなの。だからあなたがお家に帰るには、あの人の魂を奪わないといけない。アズゴアオを殺さないといけないの。え？そういう感じ？ごめんね。え、待って、ごめんね、じゃなくて。え、ごめんね、じゃなくて。え、どこ行った？帰った？帰ってったんすか？てか、メタトンどうなった？あ、いない！回収していってる。え？そういう感じ。じゃ、ここでセーブしとこう。王の指令と続くエレベーターやもんね、あれ。ふぅー。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、メタトン、あんな感じになるんやね。
かあれ停止装置って言わんかった後ろのスイッチ。いや、私の聞き間違いかな、気のせいかもしれん。